ここにですね、なんと、ペイペイが、えー、攻勢をかけてきたわけです。今弱ってる楽天を、ここで潰しておけばですね、ナンバーになれるということでですね、ペイペイ、えー、ついにですね、ペイペイカードをですね、楽天カード対抗であると。今ですね、えーまあ、とはいえですね、ペイペイカード3兆8000億とか、それぐらいですかね、決済、えー、規模が、えー。楽天カードはですね、14、 うんと14兆とか多分それぐらいあるのかな。なのでまだ3分の1もいってないのか。まあそれをですね、10兆円の決済総額やった、えイ PayPay ペペを使ってですねペ、PayPay ペカードを一気に倍増、3倍増させようという、まあそこにですね、またソフトバンクの営業力がゴリゴリゴリっと入ってくるということでですね、楽天カード。ここでですね、もうめちゃくちゃ客を引っぺがされるんじゃないかなと。 えー、ペイペイがやった時みたいに数千億規模のですね、ポイント還元キャンペーンとかそんなことをやってくるんじゃないかなと僕は予測しております。